では3人目ボタンちゃんいきましょう。はい、じゃあお願いします。はい、私は、はい、ライオン様と動物園へ一緒に行きたいと思います。お、なるほど。あ、ライオン様素敵ですわ。ライオン様とデート、ね、はい、だから、うん、ジョー様とも行きたい。なるほど。まず、うん、晴れた日に、うん、お弁当を作って動物園の入り口の前で待ち合わせをします、うん、で大人1枚と子供1枚の入場券を買います。売り棒だもんね。売り棒なのでお子様なので、それで地図をもらって、うん、キリンさんを見ます。おー、コース決まってるのね。だいたいキリンがいるのです、うんうん、なるほど。でルート順にぐるぐる歩きます、はい、うん、そして晴れた日でとても暖かいので、うん、とてもやる気のなく床に落ちている猫科の大型動物などを眺めたいと思います。猫科の大型動物、お腹を出してとてもゆったりと野生をなくして寝転んでいるのです。野生をなくして大型動物、わかる。ただ縦紙ないそれ。そこあったりなかったりいたしますね。あ、そうですね。そうですね。ヒョウ柄だったり、ヒョウ柄だったり、ね、あとあのコアラなどを見たり、うん、カンガルーとか見たり、ね、とお昼になったら広場でシートを広げて、うん、私の作ったお弁当を食べていただきとうございます。手、うんうん、作り料理素敵ですわ。女子らしい。おかずは何ですか。あるのかしら。え？あれ？え？サンドイッチを。あ、そうよな、そういうことよね。サンドイッチ。そうですね。あとあればあの簡単なサラダなどを用意したいと思っておりますが。そうよね。あとできればライオン様でコーヒーを持ってきていただきとうございます。ですってよ。水筒にコーヒーの。いや、もしかしたらあの豆持ってきてそこで作ってくれるかもしれない。藤岡さんみたいにやってくれるかもしれない。水筒だと飲む頃にはただの黒い酸っぱい水になってる、ね、そう、そんな気がしたな。すごい。お湯で持ってきてあのそこで引いてくれる。引いてくれるかもしれない。あとあの道端を歩いているクジャクに道を塞がれたりしとうございます。なるほど。はいはいはい。どいてって感じよねあれね。あのなぜ我が物かみたいな。うん、今あのデートコースをとりあえず聞いて最後にツッコミ入れた方がいいのかなと思って今ドキドキしながら聞いてます。あとはあのコツメカワウソが流れていくのを見たりとか。流れていくの全然手なんですね。ピンポイントできますなこれな。あとあのコウモリが壁に張り付いてるのを見たりとか、はい、最後にライオン様の感想をゆっくり聞きながら電車で揺られて、はい、ゆっくりと帰りたいなと。なるほど。その時はやっぱ隣同士に座って。もちろんでございます。もしくはあの対面シート。対面シート。あ、対面シート。はい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 。なるほどね。それはもちろん二人きりです。まあね、横におじさんとかいてもちょっとね。そうですね。あのサファリパークみたいなところに行って、車の中からあの生肉を食べさせてやる所業とかもしてみとうございます。所業。すごい。確かに言葉が渋いっすね。生肉を食べる動物とかで窓を開けていいよね。そうだよね。まずここまで行くのもね。あの自分たちで行く車の方なのか、あのサファリバスみたいな。サファリバスで、サファリバスの方だったらできるね。あの鉄格子とかがついているのに、あの鉄棒の先に生肉をつけて、うん、ここやってるやってる。やってやって、ぐわって来るのを見て、楽しみたいと思います。あ、キャッハハハハみたいなね。食べるがよろしいですか。イノシシが食べさせる肉は美味しゅうございますか。それどっちを見てるか分かんなかったけど。どっちがいいんでしょう。ちょっと分かんなくなっちゃいますけど。すごいビジョンが分かんない。面白い。リサーティングすごく面白いですわ。
でも山瀬さんボタンちゃん推しだからさ、あの今ライオンさんとデートしてることよりもうちボタンちゃんとデートしてる気になってきて、あでもこれすごいすごいわね、疑似体験できるよね。そうあのここ二人がデートしてるところをここ二人ってあのライオンさんとボタンちゃんと今手が逆だったけど、あのデートしてるところを思い浮かべないけんなと思ったのに、こことデート行ってておいおいみたいな感じのあれを思ってしまいました。すいません。何山瀬ちゃんそんな男らしいし危ないよみたいな感じ。でもそうやってキャッキャフフしてたらええな、かわいいなと思う。セシさん、なんでそんなにも男らしいんですか。そんな後ろから男らしくうーんと見ているんですか。でも今ライオンさんも同じ感じでうーんって言ったから多分同じ感じなんだろう。すごいダンディーだと思います。ライオンさんもこちらにお座りいただいて王子の膝の上でも、それはいけませんわ、それはいけませんわ、何のことでしょう、それはいけませんわ、分かんないでしょ。王子の膝が折れますわ。言っちゃったわよ。今にゃーいるわね。にゃーいるわ、にゃーいるわ、にゃーいるわ。じゃあくるみちゃんの肩車ということでね。で、ボタンちゃんはそれはこう他は回るんですか。サファリ回るだけ。サファリとクジャクとカワウソとクジャク、クジャク、クジャク、クジャク。だいたい夕方ぐらいになると思いますので、その途中でねちょっとお茶をしたりとか。はいはい。もうライオン様の甘いものを召し上がらないということで、私があのソフトクリームを食べたりしている様を横でパッパッパッっていういい声で見守っていただきとうございます。なるほどね。今すごい噛んだわ。スリスリザが噛みました。すごい、あのすごいわ。最後にあのお土産品コーナーのところで、イノシシのぬいぐるみを買ってもらうのです。なるほど。あ、そうですか。ボタンじゃないイノシシギュってないけどね。はい、さようでございます。かわいい、かわいらしいです。とてもいいです。ありです。今私自分でお話をしていて思ったのですが、これただの遠足。いや、いいじゃないかしら。途中ででもそれはライオンさんと手をつなぐ所業とかがあるんでしょ。所業もちろんでございます。じゃあいいと思う、デートだと思います。きっとね、あの行ってないところで手つないだりね、クジャクあたりのところに、そうそうそう、クジャクは行く、ミシャーみたいな、ミシャー、手がうわあ、そう、うちうっかりしたこと聞いてなかったんですけど、今みんなに急に行くんですけど、デートするんだったら手をつなぐのか、手をこうするのか。こうだからね、これ映像ないからね。あ、腕を組むか、あ、そうそう、腕を組むか、そうそう、ごめんごめん、今うちの腕っぷしの表現見ちゃった。今どっちかというと腕へし折りに行くよ。手をつなぐのか手を組むのかどっちかなと思って、今こうみんな、ね、すごいいい感じで言って、今ボタンちゃんに聞こうと思ったら、そうだみんなどうするんだろうと思って、そうね、ライオンさんと手をつなぐのか手を組むのかどっちなの。くるみちゃんがこうするためにずっとそんな確実折りに来てますからね。それは怖いですわ。私はあの身長差などございますので、できればあの手をつないでいただくのがよいかなと思います。そうよね、腕ここでブラーンってなっちゃうもんね。ブラーンってなっちゃうもんね。ブラーンとなるので、そうね、そうですね。私は手をつなぐかな。どの手を選ぶのかな。どの、あ、そうですよね。足だから、ここは足の足、腕はここだから。あ、うん、そうそうそう、これは、足だから。足なんですね。足なのね。そうそうそう、足って言うでしょ。下足って言うでしょ。下足って言う。下足は足と書いて下足でございます。だから足なの。触手は手ですね。ショック、うん、嘘がこっちについて、そっちの手についてこれは腕っぷしが強い。おそらくあのどの部分が下層で、どの部分が触手なのかっていうのをお伺いしたいのだと思います。ぶら下がってるのが足で、ボタンちゃんが撃沈した。ぶら下がってるのが下層で、そういう風に言う人って、あ、でもイカはそうなの。そうなのよ、そうなの。結構ヒラヒラしてるし、ぶら下がってるのよ。ぶら下がってるわね。たまに引っ張られてるんです。ぶら下がってる、まあ、いつもよく引っ張られるんだけど、私もね。結構あれギュッてくくってなるんだよね。これちょっとあるあるなんだけどね。手の方と繋いでると結構距離が離れる。そう、その手の方手と手は相当長かった印象。あ、うんとね、あれ、ちょっとね、あのペイできるから、ペイできるから、ペイ、それかもしくは巻きつけるとか、そう、巻きつける、ぐるって巻きつける、そうそうそう、ぐるぐる巻きつける、捕食される、捕食
もう胴体に巻いてしまっても良いのではないでしょう。もうそれほとんどハグだわ。いけません。まだ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 皆さん聞いてるのいつか知らないですね。撮ってるのお昼だからね。外にもね、あのいろんな方が観光していらっしゃるこの街で。お隣さん、皆さんはね。ふるみちゃん的には手をつなぐの組に。そうですよね。ふるみ的にはやっぱり。ライオンさん、どうされたのですか。なんか面白いですよ。多分見えちゃったら見てなかったらしいですよ。わかるわかる。なんかよくわからないですけど、やっぱり恋人つなぎの手をつなぎたいかな。これね、指の指のこの。そうです。そこでやるのがもう本当に嬉しいというかありますか。言い方難しいですけど、お二人がねそうならわかるんですけども、なんでその仕上がってるのかわかるよね。そういやもう女子だ女子だ女子だ女子です。今日はフルミですわ。この子女子だから。そうですよ。そう。この子女子だからね、しょうがない。今日だけです。今日だけですわ。今日だけですわ。いつも女子でしょ。いつも女子ですわ。そうですか。そうそう。何のことでしょう。パワハラみたいな。こんな教えちゃダメ。頑張ります。頑張ります。そう、こんな教えちゃダメなの。そう。そう。今すごい女子力高い発言があったね。飛びとつなぎって言ったから、すげえな。飛びとつなぎ。飛びとつなぎ。飛びとつなぎ言ってた。なんつった今。恋人つなぎじゃない。恋人つなぎ。ああ、マジで。うち恋人つなぎ。恋人つなぎはねえな、腕そのものを持つ。そんなすぐ折れるとかは持たん。ね、もっと折れにくいと思って。恋人つなぎ、この指と指を絡ませてね。そう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 。一緒に帰るという。ね、素晴らしい。実は。ボタンちゃんごめんね、話また戻すので、動物園の帰りも一緒に帰るじゃないですか。はい。どういうの食べにしたいんですか。お。食事のお話ね。うん。ご夕飯的な夕食も一緒にとってもよろしいんですか。いいですよ。夕食本人の許可もなくですよ。どうですか。私お子様ランチを食べに連れて行ってもらいとうございます。ファミレス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 だと、あの皆さんの好きなものが何か食べられそうなものがあるのではないかというメニューの選択肢が広いのではないかと。汎用性が高うございますね。そこであのドリンクバーでオリジナルドリンクを作ったりと。オリジナルドリンクね。スペックが高かった。何と何混ぜるみたいな。そうまたね、これがね、あのファミリーレストランによりましてですね、ドリンクバーのメニューなどがちょっとずつ違うのでございます。確かに確かに。入っている業者が違うので。業者。何その専門的な話になったの。ボタンちゃん、ちょっと待って。詳しいのが出てくる。すごい詳しかったよ。すごく詳しいです。びっくりしたよ私今。あと思ったんだけど、ボタンちゃんの場合はジーヤは付属でついてくるの。あ、本当だ。デートのジーヤ絶対ついてくるの。おまけみたい、おまけじゃないわね。おまけちょっと悪い。